皆さんこんにちは。モンスタートラック島のビーチからの中継をお届けします。チーム対戦の大レース、モンスタートラック組とホットウィール組の両チームが対戦する巨大ループチャレンジです。ロープを制覇して勝利の体験カップを手に入れるのはどちらのチームでしょうか。先にトロフィーに入った方が勝ち。じゃあ行ってみよう。ペロデルメロベルキャティチュー、最初のポイントはどちらが入れるか。ホットウィールのビッグレース、おお、これはモンスタートラックに1点。ではインタビューしましょう。勝利の秘訣は？いや、僕猫のようにしなやかなんで天井にへばりついて勝てました。まずはモンスタートラックにポイント。ダイパードラゴン、ファイブアラーム。ホットウィールのビッグレース、ドラッグの勝ち。2点リードにファイブアラームが消防サイレンを鳴らしています。クールはホットウィールズレーシングナンバーワン、ホットウィールのビッグレース、小型車チーム初の1点を獲得。危うく外すところをうまく食い止めてトロフィーに着地。ガラゴー、元サウルス、ホットウィールズのビッグレース。うおー、元サウルスの勝ち。ガラゴーも整理合えましたが、ダメでしたね。ピクセルシェイカー、ボーンシェイカー、ホットウィールズのビッグレース。ピクセルシェイカー目覚ましい勝利。小型車なかなか手強い。おっと、ボーンシェイカーガタガタで最悪。やった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 。では海辺の中継はこの辺で、岩山の中継に切り替えましょう。まさに熱戦の最中です。ランプからトロフィーまでの距離の遠さがすごい。崖っぷちから飛び出して谷底のトロフィーに着地できたらポイント。今のところは3対2、トラック組が優勢です。この先いかに。ナイチッター、ホットウィールズレーシングナンバー3、ホットウィールのビッグレース。ナイスシフト、真っ昼間からポイントが入りました。おっと、飛び出しはほぼ常時。先発スタートはホットウィールズレーシングナンバー3、これをナイトシフターがスピードで追い抜いてトロフィーに着地。ナイトシフターの勝ちで高型仕組みにもう1点。カルボネーター、オールプライドアップ、ホットウィールのビッグレース。これはモンスタートラックスが手に入れました。カルボネーター、残念。揚げ油から飛び跳ねたオールプライドアップがトロフィーに着地。ケチャップも1個いただけます？ローラードースター、ゾンビーレックス、ホットウィールのビッグレース。トースターの焼き上がり、ゾンビーレックスは墓場入り。ローラートースターの勝ち。これで高型車は同点に持ち込みました。ホットウィールズワープスピーダータイガーシャーク、ホットウィールのビッグレース。うおー、モンスタートラック苦戦です。
ループでリードしたタイガーシャーク空中で遅れを取り、ワープスピーダーが挽回。小型シャグミ好調のポイントです。ロジャロジャメガレックス、ホットウィールのビッグレース、モンスタートラックチーム、ここが意地の見せどころ。スタートではロジャドジャがリードしたもののトロフィーを逃した。メガレックスキングサーで勝利を獲得。さて、いよいよ最終ラウンドです。兄弟ループチャレンジは最大の標高で行われます。森の木々の上を飛んでトロフィーに着信しなければなりません。ここまでの10回戦5対5の同点です。どちらが勝つか。グループ X24 ロジャドジャホットウィールのビッグレース、高いジャンプだ、トラックの勝ち。ループを制覇したロジドジャ、森を飛び越えました。スライドキック、最高デリック、ホットウィールのビッグレース、また同点です。勝利の着地はスライドキック。もう一度見てみましょう。スライドキックの見事な飛行、トロフィーのヘリに当たりました。空中2回転で着地に成功、すごいジャンプです。12ラップ L スーパーバスト、ホットウィールのビッグレース、小型車組同点に迫る。残るは2対戦のみ。ハイテクミサイル V8 ボンバー、ホットウィールのビッグレース、V8 ボンバーにインタビューしてみましょう。ハイテクミサイルなんか、また外れのミサイルさ、大爆撃して森に落としてやったよ。クルーズブルーザーデモダービー、いよいよ決戦。勝利を手にするチームはどっち。ホットウィールのビッグレース、これで決まり、モンスタートラック組の勝ち。両チームとも兄弟ループを回ってよく検討しました。クルーズブルーザーギリギリのジャンプ、でもダービーはカメラにぶつかって壊しちゃったよ。おい、下手な飛び方するんじゃないよ。モンスタートラック組が優勝のタイタンカップを獲得。では今日の中継はこの辺で、次回もタイタントーナメントの大レースをぜひお楽しみに。